ウィリアム・ヘイグ、ウィリアム・ヘイグ、ウィリアム・ハグエ MP、1961年3月26日隊は、イギリスの政治家、保守党所属の会議員である、外務及び A 連邦大臣、2010年5月から2014年7月、保守党、党首、1997年から2001年を、務めた。サウス・ヨークシャーのロザラムで生まれる、幼い頃から、 弁説能力に優れ、ロザラムのコンプレヘンシブスクールに在校していた1977年、保守党大会において16歳にして素晴らしい演説を行い、当主のサッチャー、後の首相より、ウィリアム・ピットの再来と絶賛されたこともある。また2回演説の最中、爆笑を誘う場面が、動画サイトでしばしば見られる。その後、オックスフォード大学マグダレンカレッジに進学し、 大学では哲学及び政治経済学、プオマナブと共に、オックスフォード大学保守連盟や、オックスフォードユニオンの会長を務め、同大学卒業後は、シェルやマッキンゼーで勤務、またインセットにて MBA の資格を取得した。1987年の総選挙において、会議員に立候補するも落選する。しかし、 1989年の補欠選挙で初当選する。1990年より複数の大臣の議会秘書官を経て、1995年からウェールズ大臣を務める。同大臣在職当時、ウェールズ省の職員だったフィオナ・ジェンキンスと知り合い、後に結婚する。1997年の総選挙において保守党は、労働党に敗れ、首相のメジャー党首は、 辞任を表明した。ヘーグは、党首選に立候補し、や、マイケル・ハワードらの保守党の大物議員を破り、36歳に、して、党首となる。2001年の総選挙において保守党は再び、敗北し、ヘーグはその責任を取って辞任する。保守党党首としては、オースティン・チェンバレン以来の首相未経験の党首となった。党首辞任後は役職に就かず、バックベンチャーになる。 また、執筆、講演活動を開始した。特に文祭は、際立っており、2004年に出版したウィリアム・ピット、ショー・ピットの電気は、翌年の英国文アワードの歴史部門を受賞。2007年には、奴隷廃止活動家のウィリアム・ウィルバー・ホースの電気を、上司した。この時期、ヘーグは、会議員のうちで、最も収入のある議員と言われ、年に100万ポンドを稼いだこともあった。 2005年の総選挙において保守党は3度敗北し、マイケル・ハワード党首は辞任を表明、同年10月から12月にかけて党首選が行われた。ヘーグはデイビッド・キャメロン候補を支持する。党首選の結果、そのキャメロンが当選し、ヘーグは影の外省兼筆頭大臣、副党資格に任命される。保守党が第一党に返り咲いた2010年の総選挙でも当選。 その後の自由民主党との政権協議で党の交渉団を代表した。交渉は成立し、保守、自民党連立政権の発足に伴い、ヘーグはキャメロン内閣において外務大臣に指名された。2014年7月、ンをツイッターで表明して外務大臣を辞任、代わって庶民委員内総務に就任した。ヘーグは EU には、 純加盟の制度はないが EU とトルコとの関係を考える上で EU に新しい制度が必要だろうと考えている。キプロスとフランスはトルコの EU 加入交渉に反対し続けている。だが2015年欧州難民危機において多くの難民が欧州に流入し、2016年には2015年よりも状況が悪くなりそうであるため EU とどこが強調して、 対応に当たることが必要になっている。EU はトルコとの将来的な関係を見直してい,い必要がある。ヘーグはトルコを EU 巡加盟国とし共通市場として貿易は行うが人の移動は制限すべきとする見解を示している。この場合トルコは緊密化していく欧州連合には加わらない。ヘーグはドナルド・トランプはイフの念を与える候補者だと 形容しているトランプは女性を不快にさせる姿勢をとり、しばしば対立候補者を侮辱し、メキシコなど他国に高圧的な態度を取るにもかかわらず、何百万という有権者がトランプに投票している。トランプは、韓国と日本は米国に頼るのではなく、核兵器を保持するべきであり、米国は NATO への支出を止めるべきと述べた。トランプは、 西洋の安全保障システムの破壊を支持していることになる。だが、トランプの政策の支持者らは、米国に気を使わない国々を防衛するための多額の軍事費を拠出することに屁撃している。平グは外務大臣として、NATO の会合に出席していたとき、米国の将官らが口々に、米国の財政負担の大きさを懸念していた。東西冷戦時代には、 ナトー加盟国の防衛費の6割を米国が負担していたが75%にまで上昇していた。トランプへの支持は米国が戦略的転換をする初期の兆候かもしれない。トランプのもう一つの主要な政策は貿易についての保護主義だ。トランプは中華人民共和国やメキシコからの輸入品に関税をかけることや新たな貿易協定を発揮することを望んでいる。これは 米国の商品への報復行為、消費者が困るような価格上昇、そして世界経済のさらなる低成長をもたらすだろう。英国にとっても打撃のはずだ。だがトランプの支持者はそのようには考えない。彼らは世界に向けてメッセージを送っているのだ。米国のような何百万という雇用が作り出されている国でも、 新しいデジタル経済から阻害され、生活水準が停滞している人々がいるということを、30年にわたる政治経験を持つヘイグは、有権者がおかしな投票行動をとっている場合、実際には有権者は何かを言いたいのだと述べる。もし各国首脳がトランプが支持されている理由を理解できなければ、それら首脳らにとっての大きな過ちとなるだろう。 平グの政権内での仕事仲間の中でも最も理性的な人物がデイビッド・キャメロンであるかもしれない。連立政権を維持するという神経を使う仕事への適性、常に野党を眺めて説得し、期待以上の合意を得るという能力、そして才能ある新たな人材を受け入れようと保守党をオープンにしたこと。キャメロンのこれらの能力によって保守党は成功し続け、野党から安定した。 政権与党になった。キャメロンは忍耐強さと理性的な決断を下せる能力を持ち合わせた人物であり、舵取りが難しい時代に英国がそのような人物によって導かれたことは幸運だったと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。